我が国宗教界の公明な先生方またご関係の皆さん方がたくさんおられる中でご祝辞のご指名を賜りました宮城先生の温かいお気持ちに心から感謝を申し上げる次第でございます今日はこの会場に参りましてこれだけたくさんの方がお集まりになっているこの場を見させていただいて 宮城先生の人徳の力しみるところ実はあの宮城先生にまだ申し上げたことはございませんけれども私の父と風貌が大変よく似ておられまして、えー、何か近しい思いでいつも接しさせていただいております大変可愛がっていただいておるわけでございます。 三城先生は正午陰門関にご就任になりまして本山修験宗をこれから先頭になって引っ張っていかれる大きなお力をお持ちの芸家でございます私どもも神社会の神職の一員として心からご尊敬を申し上げるところでございます 実はこの4月の3日という今日の日でございますが私宮城先生からこの日に新山祝賀会をお申しになるということをお聞きをいたしまして残念ながら新山式には実は出席することができませんでしたと申しますのは私の奉仕をいたしております岩清水八幡宮でございますけれども今から1149年前上岸元年に 奈良大安寺の宋行教立志が宇佐宮から男山の峰に八幡様を鑑定した今日は鎮座の記念の日でございましたそういうことを考えていますとまさにご縁の深い神仏の縁で結ばれていることもつくづくと今感じているところでございます宮城先生とは いろいろな場所でお目にかかることもございますけれどもいつもにこやかにそしていろいろなことをお話をしていただくわけでございました大変勉強になるわけでございます今日もこの場に神職の方々も出席をされておられますけれども神仏はもともと 和合の精神でで結ばれていいたわけでございます宗教学者の山森哲人先生は神仏集合ではなくて神仏和合だということを常に多くの方々にお話になっておられます。今日のようなこんな場あるいはまたさまざまな機会に神様あるいは仏様にお使いをする全ての人たちが 和合の心を持って接するならば、先ほどのお話のように、決して争いは起こらないと、私は思う次第でございます。そして、この普遍的な精神を多くの世界の人々に伝えていくことも、我々、神仏にお仕えする聖職者としての大きな使命であろうと、このように思うわけでございます。岩嶋太八幡宮は、ご承知のように鎮座以来、 神神仏集合の最先端を行っていいた神社でございます廃仏毀釈明治維新の時に不幸なことでございましたけれどもそういった政策が実施されましたしかし、岩清八幡宮は男山前山に48の坊社がございましたけれどもこの坊社は残念ながら全て廃人に帰しました。 しかしながら、そこに安置をされておられました仏像、あるいは仏具、そういったものは速やかに多くの寺院にお引き取りをいただきました。そのことが歴史にきちっと残っているわけでございます。実は寺町に、西岸寺というお寺がございますけれども、西岸寺に残っている寄付録という、岩清水八幡宮から そちらにお写しをした仏教関係の仏像を含めたさまざまな文化財を含めたものが多くそちらに移設をされているわけでございますけれどもその中に実は本山修験宗に最も関わりの深い縁の行者の像も含まれておるわけでございます。 近物というふうに書いてございますけれども、まあ、そういったことを考えていますと、正午院門跡1300年を超える長い歴史をお持ちの宮門跡の寺院でございますけれども、そんなに長い時間をかけて、今なおその息吹が生きているということを私どもはしっかりと受け止めなければならないと思うわけでございます。ごめんな ご大たくさんおられる中で、私のような若造が、こういった大変失礼な物言いを申し上げまして、大変恐縮でございますけれども、今日の宮城大年大創上芸科の新山式のこのめでたい日にあたって、私の所感の一端を申し添えました今日のこの祝賀会、心から重ねてお祝いを申し上げ、ご挨拶に変える次第いでございます。 いやいやいや大変おめでとうございました。